さあどうも、始まりましたよ。どうも、なんかいつもといる場所違いません、ね、違うんですよ。はい、キッチンスタジオに来ちゃったんですよ。人生初めて来るかも。ね、この間料理してみようみたいな話したじゃないですか、はい、しましたね。それ実際に用意していただいたので。ありがとうございます。なんかすごくないですか、これ。そうそうしちゃう。そうそうしますか。うわ、すごい。見てください、食材も。ね、こんな。僕も食材みたいになってますけど。焼き豚にしてるか。やめてください、それだけはやめてください。うわ、ね、このテイストでいくとやはり鍋ですね。そうなんですよ。新年らしくていいかもです。そうですよね、はい、せっかくなんで、はい、2019年の抱負というか、なんか一発ねちょっと聞いてから行こうかなと思うんですけど、番組の中で、はいはいはい、この料理をしてるっていうのが、はい、私の仕事人生初なんですよ。あ、今までないんですか。料理したことないんです。じゃあすごくこれ貴重な。いや本当です。もう想像しませんから。あ、想像しませんので、かなりレア。なんでこういう感じでね、うん、あのこの番組の中でいろいろ私自身も新しいチャレンジというか、はいはい、そうすることでなんか自分も発見があると思うし、だって家で料理してるのと絶対またなんか心意気が違うと思うので、うんうん、はいはい、なんか見つけていきたい。じゃあ目標はだから今後いろんな仕事をやっていくって形ですかね。やっぱこういう風にこの番組の中でいろいろやっていきたいですね。はい、うん、なるほど。じゃあちょっと、ね、はい、やりましょうか。ということで、はい、まあ、具材いろいろ用意したんですけど、今日は一体何鍋なんでしょうか。今日は水炊き、水かき。かき、水炊き、はい、水かき、はい、鍋になります。あ、かきも用意していただいてると。あ、そうなんですよ、はい、いや、もともと水炊きのつもりでやってたんだけれども、はい、メイクさんから、はいはいはい、牡蠣を入れると鍋の美味しさが増すという話を伺い、はいはいはい、これは牡蠣を入れるしかないと。冬だし。なるほど。で一応ね、その全部速水さん指定でこう全部用意して、だからこだわりがあるわけじゃないですか、はい、そう。なので牡蠣以外はだいたいうちでいつも入れてる材料ばっかり。椎茸、えのき、人参、ネギ、大根、白菜、はい、あとこっちにね、たけのこが。鍋にたけのこ入れるお家は少ないかもしれないんですが、我が家ではたけのこ入れるので。珍しいですよね。珍しいですかね。たけのこは入れないですよね、うん、あ、入れないですか。あ、誰も入れないんだ、はい、じゃあちょっと今後ぜひたけのこを。ずっと入れてると思いました、自分以外も。え、入れてると思ってました。割とメジャーかと思ったけど、今この場にいる誰もうなずかないから、はい、自分がマイナーな存在だっていうことに新年一発目で気づきました。さ、では早速、はい、調理スタートしていきたいと思いますので、行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。じゃあスタートしますね、はい、手は洗ったから、はい、でまず鍋の蓋を開ける。それは大丈夫です。あ、それ大丈夫ですか、はい、大丈夫ですか。この企画によって、はいはい、初めて認識したんですが、はい、普段自分が鍋を作るとき、いかに何も考えていないか。あ、その場その場で。その場その場で冷蔵庫にあるものを入れているから、正直なんか何も考えずに。でもやっぱりその普段の速水さんをみんな見たいので変にそのかっこつけなくて大丈夫です。いや緊張するよ。誰かみんな雑談してて。やだ、見ないで。こっち見ないで。やだ、本当にこんな風に見られるの。でかー。でかー、いいですね。でかー。え、待って、私こんなに大きいのあんまり普段切らないんですけど。いいですよ、いい絵撮れてますよ。早見沙織が肉を切っている。ちょっとホッケシャンをずっと撮っててくださいよ。いや、肉を切る早見沙織を見れないです。だってやめて、恥ずかしい。なんかまあでも本当に普段いつもやる通りでいいですよ。わかりました。はい、もうちょっと私結構適当なところあるというか、ザクザクなので、うんうんうん、大根も入れちゃおう。それは、はい、鶏の油ギトギトのやつの上で大丈夫なんです。ああ、ダメだ。ありがとう。そういうの気にしないタイプの女子なのかなと思って、はい、気にします。はい、ちょっとあって思っちゃって、すいません。そうだった、ありがとうございます。はい、これ皮むき。すごいじゃないですか、そんなんできるんですか。いやでもね、あれなんですよ、いわゆる職人的な薄いやつはできないので、
だいぶ身をこそげ落として、はい、あの終わる感じにはなりますが、でもそれすら、ね、できない人もいっぱいいますからね。すごい好感度上がってます今。やめてこうやりたい。いや、さないでください。危ない。いいですね、そういうのちゃんと料理できる女性はいいですね。いやそんなにうまくはないですから。声もいいわけで。本当ですか。はい、ありがとうございます。見てる人たまんないな。はい、まずこれだけ入れて、はいはい、お水。最初にこれだけなんですね。これだけにします。何でですか。水炊きなので。あ、水から炊きたい。あとお酒入れます。 お酒もちょっと多めに。それ量は適当なんですか。あ、いいですいいです。ごめんなさい、いちいち言うとやりにくいですもんね。あれ今どんぐらい入れたかな。いや知らないです。もう切った後だ。じゃあさよなら。あ、着きました。で、このやってる間に沸騰するのを待つ間に野菜を切ります。切りましょう。洗います。はい。あ、いいですね、この洗ってる背中のなんか本当に普段見れないですよね。なんかこの感じが。やめてー、あんまり見ないで、恥ずかしいよ。料理ってどれくらいの時からやってたんですか。はい、私は小学生ぐらいに初めて親があの風邪をひいてしまって、はい、チャーハンとかをフライパンを出して炒めたりとかと言ってる間に、もしかして、ほっほっ、ちょっとグツグツしてきた。全くすいません、ちょっと見えなくて。あ、じゃあ投入します。そうですね、はい、あ、すごいですね。どうですかこの感じ。なんかもうそのまま入れられそうで怖いんですけど。はい、煮えてきてますね。ちょっとグツグツしてきました。じゃあちょっとザクザク入れます。もう入れちゃいますか。どん、はい、ザクザク入れてきます。もう気にしないぞー。あ、いいですね。わ、本来の姿が出てきたんじゃないですか。わ、入れるぞ入れるぞ。彩りいいですよね。はい、綺麗です。彩りのあれですね、彩りを結構重視。あ、えのき忘れてた。えのき、あ、忘れてたんですね。単純になんか後から使うのかなと思って。いや、えのき忘れてましたね、完全に。えのきはそれ洗いました。あ、あ、もう切った後だ。どうします。ここ落とさないでくださいよ。これで、半分切らなくてもいいかな。でも一応切っちゃうか。はい、はい、あ、ちょっと多いかな。もうぐちゃぐちゃになってますよ。もうその辺。ちょ、えのき久しぶりに鍋に入れるので、はい、えのきの扱いに慣れてなさすぎる。ちょっとせっかくなんで、はい、将来その例えばその結婚された時とか、はい、結婚願望あります。あります、あります。あ、ありますか。良き感じで、はい、旦那が帰ってきたところからやりましょうか。行きます、行きます、はい、帰り。ちょっと冷たくない。え、熟年。びっくりした。もうちょっとそのおかえりとかお疲れさんとかあるのに終わり。おかえり。いや、旦那さんが帰ってきたんだからさ、そのあるじゃん、定番のそのご飯にするみたいなとか。おかえり。どうする、もう今日鶏鍋できてるけど、ご飯食べる、鶏鍋に入る。いや、違うお風呂にするとかそういう定番のあるでしょ。できた。できた。続きは後に。はい、早速食べたいんですけども、はい、やっぱね、鍋と言ったらこたつ。こたつ、こたつ、なんとここにこたつ、こたつを用意したんです。ありがとうございます。見てください、こたつですよ。何この、すごい、キッチンスタジオで料理をし、うん、この広いスペースにこたつを敷きながら、そうそうそう、鍋を食べれる。しかもなんかこの紅白な感じ、いいね、ちょっとその年を明けてね、この紅白な感じがすごい。後ろも見てください、本当に台無しですよ。掛け軸の上をバンっていくスタイル。まあでもね、食べていきましょうか。食べましょう、開けます。はい、さあさあさあ、パカ。おお、さっきだいぶ煮詰まって、ね、見事にやっぱえのきが散りばめられてね。そういう鍋ですね。スープからいきましょうか。はい、あ、かっ
キいい仕事してる。あ、ちゃんと出汁出てます。出汁出てます。めっちゃ美味しい。温まる。いやでもクリコン TV さんありがとうございます。いや、こっちこそその食べてる早見さんってあんま見れないんで、こっちこそありがとうございます。見えてますか？ちょっと大丈夫ですよ、背中で感じてるんで。これ何ですか？牡蠣だ。全然わかんないです。何言ってるんですか？で、何ですか結局？さっき一回沸騰して水が少なくなるぐらい煮立ったのが良かったですね。あ、逆にそれが、逆にそれがやっぱり味を染みさせる。鶏肉、うん、柔らかいですか？うん、うん、すごい感動してるじゃないですか。今日、うん、もうこれで仕事終わりで。ダメですまだ もう少しあるんで。もうこれで今日はエンディングです。いや、ダメですよ。ありがとうございました。でも幸せじゃないですか、こんな美味しいものを食べられる仕事って。すごい幸せな気持ちになりました、ね、じゃあもう結果的にこれ鍋はもう大成功で大丈夫ですか、うん、私としてはもう間違いないです。この鍋は、この鍋、はい、星いくつですか？星100個。美味しい。まさかの100個。あと具材がすごい良かったです。ありがとうございます、はい、とてもいいものをたくさん用意していただいて、私がいい昆布とかいいポン酢とか言いまくったので、はい、基本的にいいものが集まってるから、はい、やっぱいいものを集まったこのすごい鍋、うん、嬉しいです。じゃあね、食べていきましょうかね。あとはのんびりとね、ぜひいただきます、はい、いただきます。